はい、ピースケです。館内やっていきたいと思います。ということで、スバルくん弾いてなかったんで弾きたいと思います。はい、こっちはまあ常設だから、まあまあってことにしといてくれ。はい。でピッチャー俺全然持ってないので、イエスはスバルね、変化球系なんだよね。でもここがめっちゃむずいっていう、フォーク6まで上げないといけないっていうのあるんですけど、うん、まあまあ強そうであるのと、まあ風なぎとか、こいつは特殊能力19種、まあもともとめっちゃ持ってるよね。あ、でも8とかか、とかさとりちゃんも3人目のマネキャラで使えそうみたいなとこがあるし、まあ、あとカウントがちょっと PSR 出やすくなってる感じになってると思うので、はい、まあスバルか守が出たら嬉しいかな。はい、こいつらあれなんだね、限定キャラみたいな感じなんだね。うん、っていうのがちょっとショックなんですけど、はい、頑張りたいと思います。ピックアップ 50% なんで、はい、スバリングが出ると信じていきます。30連とかかな、いきなり出てもよかったんだけど出ません。 SR は確定だもんね。はい、昇格はなし。おお、いきなり風なぎ、ナイス、あざす。ここはもうあれだよね。で、ああ守備職さ、田中山とセットでもう使っちゃってめっちゃつけまくるみたいなできるかな。なるほどなるほど。でサブポ内野どこでもいけるんで、うん、助かるかな。足りないところにあのポジション変えたりしなきゃいけないかったりするので、うん、風なぎみたいのがいると助かりますね。はい、ということでいきましょう。まああと2回かな、とりあえず。あれ来ましたよ、あれ、ちょっとこれしぼくない、やばくない、これこれやばくない、これやばいよね。あー死んでる。はい。ということでラストですね、いきます。あ、ちょっとねえ、一応確認通りか。光ればワンチャン。あ、来たんじゃねこれ。あれ、光ったら確定だよね。やべ、いらん。スバル来るか。よっしゃー、ありがとうございます。ちょっと俺、守る持ってないんでね、ちょっと、スバル軸で回していこうかな。あれ誰、あー全員出たわ、ありがてー。ということで、まあちょっと凸とか全然できないんだよね、調子り上がり。あ、調子り上がりに向けた練習、あーでもまあ一応持ってんのか、すでに。でピンチ最初消さなきゃいけないっていうね。あ、でも広角ハイボール持ってんだ、すごいね。野手もじゃああれか、あの高級筆だとか広角持ってるやついるから金得にしやすいね。最初フォーク上げなきゃいけないのかなってことは、で球速固めみたいのが多い気がするので、なるほどなるほど、まあ、ちょっと難しいかもしれないけど、はい、ということでとりあえず優勝引いて終わろうかな。はい、でカウントがリセットされてるのでちょっと出づらいと思うけど、はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。3体出たんでね。うん。めっちゃいい引きではあったと思う。はい。ということで、ピース選手以上お過ごしください。バイバイ。